に、全員が指名されたっていうのが、一番嬉しいかなと。待つことしかできなかったんで、何も考えず、待ってました。せっかくご縁をいただいたので、入るだけで、ではなく、しっかり結果を残して、皆さんに恩返しできたらなと思っています。早く、支配下登録されるように、しっかり精進していきたいなと思っています。しっかり、勝負強いバッター、ここ一番に頼られるキャッチャーになりたいなというふうに思っています。そうですね、部長という立場でも嬉しいですけども、実は私小学部の教員なんですけど、まあ、これから頑張ってくると思いますし、ね、ね、ポイント階段があってきて、中道は、ポジションもちろんキャッチャーなんですけど、バットがこう触れるね、さっき佐野DNA かかりましたけど、佐野と同じぐらいバットが振れる選手なんで、ね、ぜひ打てるキャッチャーになってもらいたいと思います。